はい、お世話になります。平王 Z リブートガンダムインで黒ウサギの見た夢より HG144 分の1ガンダム TR6 ウンドオートサイコブレードカスタム AOZ リブート版です。引き続きプレ版から届いた商品です。2023年1月発送、販売価格2640円となっています。はい、それでは早速商品ページの説明文の方から確認していきます。 AOZ リブートガンダムインで黒ウサギの見た夢よりレジオンが運用するガンダム TR6 ウンドオートサイコブレードカスタムを HG シリーズで商品化、特徴的な機体カラーや機体形状、新規造形を交えて再現、パーツ構成とオプションの追加で拡張性が向上。頭部ツインアイ部分を除いて全て新規造形、設定画に合わせて形状&ディテールを刷新、サイコブレードのディテールも細やかに表現。脚部サイコブレードカスタムのカラーパターンに合わせて太もも部分の内部フレームの構造を刷新、設定画により近いプロポーションを実現。パーツの選択でブラックヘアーズレジオン仕様も再現できる。大腿部内部フレームの刷新及び新規ジョイントパーツの追加で拡張性が向上。バーザム、AOZ リブート版などを組み替えて楽しむことができる。頭部及び脚部パーツの選択でサイコブレードカスタムもしくはブラックヘアーズレジオン仕様が再現可能。ブラックヘアーズレジオン仕様では新規造形のモビルアーマー変形用パーツを使用することで設定画工のモビルアーマーフォルムを再現可能。変形に使用する接続パーツを刷新、設定形状に合わせて前翼を残したスタイルでの変形が可能。注意、モビルアーマー形態はブラックヘアーズレジオン仕様を選択した場合のみ変形が可能です。はい、ということです。ウンドウォートについては白と紺色のいわゆるテストカラーが2018年6月に発売されていて、そちらの販売価格は1980円です。それに対して今回のウンドウォートはブラックヘアーズ仕様の漆黒のカラーリングをベースにレジオンで改装再生産された機体で、頭部にサイコブレードを装備した指揮換機仕様となります。デフォルトのウンドウォートの単なる成形色違いということではなく、サイコブレードカスタムのデザインに合わせて頭部脚部に変更があるようですので、後ほど白と紺色のウンドウォートと比較もしてみようと思います。また商品ページではバーザムとの組み合わせ例が紹介されていましたが、脚部膝の接続部構造に白と紺色のウンドウォートから変更があるようです。こちらも後ほど AOZ リブート版バーザムを使って再現してみようと思います。さらに今回はコンバーチブル仕様となっていて、サイコブレードカスタム以外にもブラックヘアーズレジオン仕様の再現が可能となっています。はい、まあブラックヘアーズレジオン仕様とか言われてもですねまあ、名前だけ聞いても何のこっちゃですが、設定などを確認する限りではウンドウォートブラックヘアーズをレジオン仕様に改装したもので、ブラックヘアーズレジオン仕様がいわばデフォルトの状態でレジオンのウンドウォートの一般機、という認識でいいんですかね。そしてサイコブレードカスタムがレジオンのウンドウォートの指揮官機ということになると思います。はい、ということなんですが、まあウンドウォートまではわかるとして、ブラックヘアーズとは何ぞ、レジオン仕様とは何だということだとは思いますので、順を追ってね確認していきたいと思います。まずはブラックヘアーズについて確認していきます。ブラックヘアーズは AOZ リブートスペシャルイッシューに登場、かっこ黒ウサギの見た夢に直接は未登場だが関連あり、ティターンズ内の特殊チームでジャミトフ・ハイマン最高司令直属で極秘任務を行う秘密部隊トリスタン特務大佐が指揮官を務めた。部隊名は黒いノウサギたちを意味し、ティターンズカラーをさらに強調するかのような漆黒を部隊カラーとし、所属部隊を偽装するために T3 部隊のマーキングが施されている。
特殊任務を遂行するために新兵器が優先的に配備され、作戦で得られた各種運用データはバニス強化人間人格 OS の開発に生かされている。ジャミトフが暗殺された後、トリスタンはパプテマス・シロッコによるティターンズ掌握に反発し、これに同調するティターンズ派閥を束ねて多数の戦力を手中に収め、 TR 兵器による地球への核攻撃の命令に従わず火星に落ち延びる。このことがティターンズ敗北の一因となったとも言われる。ガンダム TR6 を手土産に劣勢のレジオンに合流するが、同勢力が勝利後に戦力の一切を取り上げられ、後に敗れたジオン・マーズと結託して反乱を起こしている。はい、ということでブラックヘアーズとはティターンズの特殊任務部隊のことで、そのブラックヘアーズに配備されたウンドウォートがウンドウォート・ブラックヘアーズということになります。説明文には指揮官のトリスタンがレジオンに合流とありましたが、この件についてはグリプス戦役終結後、ゼータガンダムで描かれた戦争ですね、そのグリプス戦役終結後までの火星圏における歴史を振り返る必要がありますので、続いてはそちらを確認しましょう。スペースコロニーの建設と時を同じくして人類はアステロイドベルトや木星、火星にまで進出、火星都市が建設される。コロニーへの宇宙移民開始をもって宇宙世紀へと移行、火星都市もサイド A、 アルカディアへと発展するが、地球圏の開発と発展により忘れられていく。アルカディアは地球に居場所がなくなった者たちが最後にたどり着く土地となり、地球連邦政府および連邦軍の手が届かない一種の独立自治国となっていく。宇宙世紀79年の一年戦争終結後、ジオン軍残党組織のうちキシリア・ザビ派は火星へと落ち延び、アルカディアを制圧。以降ジオン・マーズを名乗り、ハクシズと連携を取りながら火星プラントの生産力による強力な軍事力を持って火星を実効支配する。一方で宇宙世紀83年のデラーズ紛争終結後、オメガ率いるギレン・ザビ派の残党は火星に移ってレジオンを名乗り、ジオン・マーズに対して火星の覇権をめぐってゲリラ活動を行う。宇宙世紀88年2月のグリプス戦役終結後、アクシズと合流したティターンズ残党のうちトリスタン率いる一大派閥は TR 計画機を持ち出して火星へと落ち延びる。ジオンの後継者を名乗るアリシア・ザビはティターンズ残党を率いて劣勢にあったレジオンに参入。インレの翼、ガンダム TR6 インレの上半身を構成するガンダム TR6 ファイバー2を指すの投入によって、ジオン・マーズは壊滅状態に陥り、アリシアはレジオン建国を宣言する。以後この一連の紛争はレジオン建国戦争と呼ばれるようになった。ジオン・マーズの圧政に苦しんでいたアルカディアの市民はレジオン新政権を快く受け入れる。アリシアは火星統治の礎として、かつてジオンズム大君が唱えた新人類思想を継承し、その思想は地球から遠く離れた火星の住民にも強く響いたという。運用する兵器はティターンズ製のモビルスーツや艦艇、 TR 計画で開発された各種強化パーツに統一されている。ジオン残党組織としてこれは非常に珍しい装備体制であるが、これはレジオンがただのジオン残党ではなく、火星で生まれ変わった新しいジオンであることをアピールするというアリシアの意向を反映したものだとされる。レジオンはガンダム TR6 インレによる火星開拓を進めており、インレ用の大型ブースターを都市のインフラに組み込むとともに、オリンポス山の火口に基地を設置し、北極の氷河地帯とパイプラインで直結させることで工業発展に必要な水源とエネルギーを確保している。しかしパイプライン施設は作業用にモビルスーツを使用しているとはいえ重労働であることに変わりなく、それに不満を持つ者も多い。最終的にレジオンに組み込まれながらも、その扱いに不満を持ったティターンズ残党が今度はジオン・マーズと結託しインレ奪取を画策。それと前後して発生した労働者による暴動が重なり、軍は戦力の逐次投入を余儀なくされ、
監視衛星エレノアサテライトとインレを抑えられたことで、最終的にこれら反抗組織の前に敗北することになった。はい、ということです。改めて簡単にまとめますと、ティターンズ内にブラックヘアーズと呼ばれる特殊チームがあり、その指揮官がトリスタンという人物でした。トリスタンを筆頭とする一派はグリプス戦役集結後に地球圏から火星へと忍びました。その時火星ではキシリア派が結成したジオン残党のジオン・マーズとギレン派が結成したジオン残党のレジオンの間で火星の覇権をめぐる紛争が起こっていました。トリスタン率いるティターンズ残党はレジオン側に合流、ガンダム TR6 をはじめとする戦力をレジオンに提供し、レジオンの勝利に貢献するも、レジオン建国後に戦力を取り上げられてしまいます。はい、という流れでブラックヘアーズ仕様の黒いウンドウォートはティターンズの残党によって火星圏のジオン同士の紛争に持ち込まれ、レジオン建国戦争において活躍しますが、協力してあげた方のジオン、つまりレジオンによって取り上げられてしまった。その際にレジオン仕様に改装されたものがウンドウォートブラックヘアーズレジオン仕様ということになります。本機はもともと保有していたティターンズブラックヘアーズの部隊からそのままで基本的な仕様に変更はないが、マーキングのみレジオン仕様に変更され、レジオン建国戦争における勝利の象徴としてレジオン国民から愛され、ハリス親衛隊仕様として定着する。そのためブラックヘアーズレジオン仕様とも呼ばれるということです。そして頭部にサイコブレードと呼ばれるサイコミュー操縦信用のブレードアンテナが搭載されたサイコブレードカスタムは、グロリアザビ機をはじめ少数だけが存在する指揮官機仕様ということになっています。はい、それではサイコブレードカスタムとブラックヘアーズレジオン仕様を比較してみようと思います。相違点は頭部と太もも部分です。サイコブレードカスタムについては頭部と太ももに新規パーツが使用されていて、ブラックヘアーズレジオン仕様については従来のウンドウォートと全く共通のパーツ、すなわち成型色違いということになっているようです。今回はコンバーチブル仕様ということなので、どちらで組み立てるのか選択式です。頭部では顎と目の部分の赤いパーツ、脚部では外装パーツのほぼ全面がそれぞれ共通のため、どちらも再現してみたいという場合は片方で組んだ後、もう一方の再現のためには当然ながらかなりしっかりとばらさなければなりません。サイコブレードカスタムとブラックヘアーズレジオン仕様で頭部は明らかにデザインが異なりますが、脚部太もも部分はデザイン的には背面の外装の形状が異なるだけですが、膝付近の関節構造が変更されているため少しですが逆方向にも膝を曲げることができ、立ち姿の微妙な調整が可能になっているようです。モビルアーマー形態への変形に使用する差し替えパーツに造形の変更があります。腕の接続軸がやや伸びていて、この造形変更で干渉なくブーストポットのウィングありのモビルアーマー形態とすることができます。人型から若干離れた外観ですが、ポージングには十分な可動域が確保されていると思います。可動箇所が多い分、経年で自立にやや難が出ると感じました。はい、合わせ目ですが、大腿部、膝のジョイント部、すね、ブーストポットのジョイント部、蛇腹アームにそれぞれ入ります。はい、商品ページで紹介されていたリブート版バーザムとの組み合わせ例を再現してみたいと思います。肩の部分に拡張用のジョイントパーツを接続し、バーザムの腕を取り付けます。膝を折り曲げてバーザムの膝関節より下を接続すれば商品ページの紹介例を再現できます。この状態に対して何かの名称がついているのか私も分かりかねますが、
レジオンのバーザム2の数歩手前のような外観で、まあいずれバーザム2を出すから今は組み替えて遊んでおいてくれという話なんでしょうか。はい、ちなみに膝の接続部の形状が従来のウンドウォートから変更されており、膝関節の露出度が減り、より自然で連続性のある膝付近の脚部デザインになっています。はい、ということで以上 HG144 分の1ガンダム TR6 ウンドウォートサイコブレードカスタム AOZ リブート版組み立てとレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。